久しぶりのふうさんブログ始まるよ。はい、こんにちは、ふうさんです。こんにちは、まるこです。こうやって出てくるのは久しぶりですね。そうですね。で、まるこさん、その格好なんですけども、あ、この格好ですか。そうですよね、ちょっと早いんですけども、ちょっとサンタの格好をしてみました。あー、いいなー。ふうさんはなんかそういうクリスマス的な衣装着たかったな。まあまあ、ふうさんはちゃんとしたのクリスマスの日にふうさんブログでやったらいいんじゃないですかね。そうですね。じゃあお楽しみは後で撮っとくということで。はいはい。あ、そうそう、毎年恒例のですね、犬の秘密基地のクリスマスツリーを飾り始めましたね。はい、そうですね。そのクリスマスツリー映像がありますと。ありますね。おお。はい、ではそのクリスマスツリーの映像がこちらになります。はい。おー、いい感じじゃないですか。そうですね。お、これマルコさんですね。あ、これ私ですね。いや、クリスマスツリーは綺麗ですね。綺麗ですね。あ、またまたマルコさん、ね、あ、これ私ですね。で、またまあクリスマスツリーね。クリスマスツリーね。はい、これマルコさんですね。あ、これまた私ですね。はい、またクリスマスツリーね。クリスマスツリー。はい、まるこさん出た。これ何回やるんすか。もう、まあいいや。あ、そうそう、まあこうやってまた2人で話しているついでなんですけど、まあ、ちょっといくつか質問のメールやコメントが来てるんですけども。おお、なるほど、質問。せっかくなので、ちょっとふうさんにお答えしていただけないかなと。お、いいじゃないですか。あ、じゃあいいですかね。もう何でも質問ちゃって。もう誰だと思ってるの。誰なんですか。ふうさんだぞ。はい、では最初の質問です。ふうさんは女の子なんですか。ああ、はいはい、その手の質問はまあよく聞きますね。そうなんですよ、意外ときますよね。まあほとんどの方はご存知かと思いますけども、まあ、一応ね、お答え願います。はい、そうですね。ふうさんは男の子です。ちょっと待って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 、ふざけちゃダメでしょ。ふうさん、いや、やっぱり年末になるとね、ちょっとふうさんテンション上がっちゃって、なんかちょっとふざけたくなっちゃって。ちゃんと答えてください。はい、女の子で12歳になりますね。で、来年中学生上がりますかね。まあ、中学生、まあ人間ならそうですね。はい、じゃあ次の質問もありますよ。はい、どうぞ。動画で流れている曲は何なんですか。ああ、はいはい、あ、これもよく質問きますね。ああ、これね、私も気になっているんですけども、これってふうさんが歌ってるんですか。いや、これはね、まあ、結論から言うと、まあ、実際よくわからないっていう。そうなんですか。どういうことですかね。いや、なんかひろしさんがどっからか拾ってきたみたいなんですけど、ね、あ、そうなんですか。なんか歌ってる歌声がすごくなんかふうさんにすごく似ているんで、ふうさんが歌ってたのかなと思ってたんですけども。そうそうそう、意外と似てるけど、これ全然全く全然違うんです。本当にわからないんですね。そうなんですよ。はい、では、まあ、まだちょっと本当は質問があるんですけども、まあ今日はお時間もなくなってきたのでこの辺で。あ、そう、まだ2つしか答えてないけど、やっぱり編集に時間かかっちゃうからかな。まあそうだとしてもそれ言っちゃダメですよ。はい、ではね、今度はクリスマスの日にふうさんブログでまた会いましょう。はい、また会いましょう。はい、じゃあバイバーイ。バイバイ。
犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私ふうさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。